皆さんこんにちは。ジュラシックワードアライブ、ロックド提督の書斎までやってきました。今日バトルやっていきましょう。現在トロフィーランクが5248ということで、あと2出ればですね、今シーズンはですね更新できるということで、まあね、今シーズンですからね、歴代はね5440ぐらいまで行ってたので、まあ、全然ねもう低たらくぶりなんで、まあさあここはですね、はい、勝って少しは更新しておきたいところですね。さあ組み合わせですね、何が出るか開けていきたいと思いますが、さあ見ていきましょう。さあどうだ、さてドンと、どうしようかな。はい、これは、はい、インラップ3からいきます。インラップ2からいきたいと思いますが、さあまたインラップに対して先制が取れない。はい、ここは、はい、総合激怒を打っていきたいと思いますが、さあ向こうの1ターンに耐えてくださいと。はい、これ耐えられれば、はい、総合激怒を使っていって、で向こうはここで回避を使ってきた方がいいと思うんですけど、さあどうするかな。回避打ってくるかな。交代する。うわー、ドラコか。ドラコで 0.4 でギリ倒されるかもしれないな。ギリ残った、ギリ残ったな。いや、これは大きい、これは大きいですね。しかもこれスピードが上がってるので、次の1ターンで、あ、フォルサーラク、はい、ここで向こうは先制打ってくるので、はい、ここはですね、変えておきたいとこだけど、ちょっとここは、はい、一応回避打ってますね。まあさすがに15なんで無理ですけど、先制を使わせたいんですね。はい、そうですね、先制を使ってくれると次すごく楽なので、はい、先制を使わせておいて、はい、ここでですね、向こうの回避に対して、はい、こっち側も打ってきますよと。さあ行け、当てるんだ。さあここまで打っておけば次1ターンでは倒されないので、はい、おそらく打って逃げるんじゃないかと思いますけど、はい、ここは2倍構えておきましょうと。はい、次のやつがインラップが出てきたけど、はい、これがもろやられちゃうと思うんで、はい、残りましたが、はい、ここでもう一回先制を使っていくと、はい、やられちゃうので交代してくるか。さあどうする、さあどうしますかね。さあどうする、フォルサウラを出すか。フォルサウラ出さない。フォルサウラ出してスタンかけるっていうのも手だと思いますけどね。はい、ここでフォルサーラを出してくるかな。231になら倒せますからね。はい、ここで、はい、先制を使わせたかったんでしょう。はい、ここは変えていきます。はい、トリコに対して先制を打たせましょうと。はい、でこれでカウンターを当てていきますと。そして次の1ターンでは倒されないと思いますので、はい、ここは1倍を構えておきましょう。さあこれされるとね困るんですよね。逃げるとですね、はい、逃げる気なんですけど、次のものが結構効いちゃうので、はい、何出してくるの。リオラじゃ出してくるか。なるほど。でこれで先制取れているので、ここで1回打ってカウンターで倒せるか。はい、倒せないとこちらが打つだけ打っちゃいますよ、もう2倍ね。ここでフォールサーラーを出してきても面白いと思いますけどね。スタンかかるので。じゃないと、これが結構きつい。はい、ということで、勝つことできましたね。はい、ありがとうございました。ではまた明日。